はい、今日はですね、打撃爆発ということで、かなりね、今回は21から25なのでかなりまた大変なんですけど、なんといってもね、シノケラトプスですね、が出てきます。で、先制を持っています。なので、まあ、1回目のですね、ディレイ1ですから、1回目に先を先制できなきゃいけないんかな。多分シノケラから出てくるというふうな予測が出てますので、そうすると最初一撃ダメージでスピード落とされる、一旦の間ね、スピード落とされるので一旦耐えればいいというふうに考えますね。次ピロラプトルなんですけど、129でスピード速いし、2倍打ってくるのでかなりこれはきついだろうと。で、まあ2倍打ってくるのか 1.5 倍のダメージかちょっと分かりませんけど、まあどっち来てもちょっと厄介かなって気がしますね。で、3つ目ですね、スピノサウルスは継続ダメージがあるということと2倍持ってるということで、まあこれどっちが出してくるか分かりませんけど、ちょっとタッチが悪いということで、まあどっちにしろですね、このこちらも牽制がありますから、そしてユタシノケラもですね、スタンが2つありますので、スタンかからないというとやはりですね、体勢持ちでいきたいと思うんですけど、さらにね、まあ、ちょっとこのシノケラの場合3600でちょっとですね、体力がありますから、ここはスコータトルを出してですね、まあ、スピードも勝ってますし、継続ダメージをまず最初に与えると。で、そしてエルリドを出してですね、そして交代打撃でドラコを用意しといて、そして、トリオという感じでしょうかね。これで行ってみたいと思います。さて、予想通りの順番出てくるでしょうか。はい、行ってみたいと思いますけど、まずは、はい、これで先制が取れると思いますので、取ってですね、まずは継続ダメージを与えていくと。で、向こうがスピード落としてくるのを打ってくるんですが、これで落ちると思うんですけど、はい、それでももう一回ですね、こっちは、即時妨害打っていけば、はい、即時妨害打ってきますと。で、これで一旦ですね、これでクリアしてですね、で、相手のスピードも落としておいて、はい、180ぐらいで落としておいてですね、で、これで戻ってきますから、で、戻ってきたら、向こうは先制打つかな。あ、スタンかかっちゃった。はい、ここは、はい、ドラコを出していきましょう。ドラコを出してまずやっておいてですね、はい、で、次なんですけど、次もね、先制が取れると思いますので、ドラコ早いんでね、130なので、これね、1回行っておいたらいけるんじゃないかなと思いますので、これでまず倒しときましょうと。強いね。で、これで倒しとけば次もですね、先制が取れるんですが、これね、スタンをかけるのがいいと思いますね。スタンを1回かけると次2倍が復活するので、2倍を復活させてですね、はい、もう1回打って、そうするとこれでやられるんですが、まあこれで耐えられればですね、凶暴化打って耐えられれば、はい、再生してですね、そうすると今度継続ダメージ打ってくるかな。はい、継続ダメージ打ってくると思うので、これで下がりましょうと。はい、危ないですね、危ない。はい、下がります。で、ここでエルリドを出していけば、まあ先制取れて、向こうが凶暴化打ったとしてもこれ耐えられればですね、はい、向こうは、先制持ってませんから、はい、これで勝てるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、まあ今回はちょっとスコータトルのね、継続ダメージ上手に使えば勝てるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということで、今回の報酬はどんな感じなんでしょうかね、見ていきましょうか。はい、まずはコインですね、13,000。はい、助かります。はい、エーニオサウルスこれいらないですけど、たくさんいただきました。はい、でディメントロドンは
まあいらないですけど、あ、ドラクレックスは、いりますね。ユタリネックスをつくだけでいりますね。ゴルゴも今ゴルゴスクスを応援してますのでいりますね。そしてピロラプトルですね。はい、そしてユタシノ、おースピノか、ここ最後シノケラ来てほしかったんだけどな。まあまあまあいいとしますか。はい、ということでありがとうございました。